録音スタジオとは音を媒体に記録するための装置を備えた建築物もしくは部屋のこと。様々な録音再生機器を備えるとともに、建築や内装の設計、思考も外部からの騒音や振動の影響を受けないように配慮される。また、近隣への騒音防止のため内部の音を外に漏らさない設計でもある。大まかには以下の4点によって構成される。 コントロールルームからブースに臨む、レコーディングエンジニア FM、秋田第二スタジオのワンマン d j 設備、ミキシングコンソールや各種録音機材を配置し、が、ミキシングコンソールなどの録音機材を操作して媒体に記録する行為を行う部屋。一般に、下記のブースとは音響的に隔絶されるが、ミディ音源等を対応し、マイクはほとんど利用しない、制作手法が一般化して以降、 コントロールルームのみでブースを持たないスタジオも見られるようになった。ラジオ局の場合は、副調整室と呼ばれ、ミキシングの他に番組進行にまつわる指示を行ったり、自動番組制御装置操作、エコーボイスチェンジャーなどの音声エフェクト、曲、ジングル、効果を閉ざし、電話つなぎ、ラジオカー、野球場などからの中継の仲介を行う。 FM 京都のスタジオの録音ブース楽器演奏、歌唱、ナレーション等実際の演奏を行う空間である。楽器の響きを活かすために、室内音響に配慮が必要とされる。防音ガラス窓を通して、コントロールルームから丸見えであることが多いことから、日本では金魚鉢とも呼ばれる。ボーカルブース、アンプブース、ドラムブースなどさらに細かい区分があるスタジオもあり、 お互いの音が混ざらずに録音できる。コントロールルーム内の静音化と空調を別扱いにさせるために一般的にはミキシングコンソール用の電源ユニットやコンピューター、そしてアナログ及びデジタルの各種録音機器を収納し稼働させるための別室。コントロールルームの隣に設置するのが一般的。効率的なメンテナンスを行う上でもマシンルームを設置するスタジオが多い。 事務所、楽器保管庫、マスターテープ預かり場所、アーティストロビー、給湯設備、トイレなど付随する業務のための空間である。分類に関してはいくつかの観点から見ることができる。使用目的、規模、所有者、対象とするマーケットなどに応じて、規模と機材が決定され運用される。番組制作会社のラジオ用録音スタジオ様々な考え方があるが、 一般にはレコーダーあるいはミキシングコンソールの規模による分類とブースの広さによる分類、そしてスタジオ数での分類がある。アナログ及びデジタルのテープレコーダーが録音現場での主流に用いられていた時代ではテープレコーダーのグレードにより厳然としたクラス分けがなされていたが DAW、HDR が一般化した現在は定番と呼ばれる機種に修練する傾向があり、 レコーダーによるグレードの際は縮まっている。歴史的にはメディア制作会社が所有して自社の作品を自社のスタジオで真っ赤なうことから始まったが後に独立した歌詞スタジオが発生する。さらに企画段階でのプレゼンテーションのためのプリプロダクション作業やデモテープ録音などをミュージシャン、アーティストが事務所、自宅で行うためのプライベートスタジオが 機材の高性能低価格化により現実のものとなり、現在はパーソナルコンピューター内でソフトウェア音源による音楽制作が可能になったことから自宅においてかなりの段階まで音楽制作が可能になった。標準室内暗想音レベルはコントロールルームで NC-25 から20、スタジオメインフロア、ブースで NC-15 です。 録音スタジオの設計思考は極めて専門的な知識を要求されるので、おのずから専門家に依頼することになる。一般的には、建築音響と音響心理学の専門家が内装設計を請け負い、音響機器のシステム設計とワイヤリングはさらに、専門のエンジニアリング会社が行うケースが一般的である。最近では、 事務的な空気の味気ない作りのスタジオは随分と減り、心理的にも安らいだり高揚できる作りのスタジオ作りが世界的にも主流となっている。さらちにスタジオ設計施行する場合には規模に見合った防音空間の設計がたやすいため、理想的なスタジオが建てやすいが、雑居ビルやマンションへの内部構造変更によるスタジオ設計施行の場合には、 かなり専門的な経験と知識が要求される部分でもある。周りからの騒音や電源ノイズ混入の問題と、周りへの音漏れ防止などクリアすべく部分が非常に多く、曖昧な設計思考をしてしまうと大変なことになる場合もある。以下は、主として、質な音響の設計者として、世界的に著名なデザイナーである。人名の後ろに代表的な作例を挙げる。 スタジオのマネージメントを行う経理、総務、営業関係と実際の録音業務に関わるレコーディングエンジニアを及び機材の保守管理を行うテクニカルエンジニアなどから構成されるが、小規模なスタジオでは少人数で複数の役目を兼務する場合もある。スタジオに対してレコーディングエンジニアを派遣する派遣業もあり、スタジオによっては ハウスエンジニアを持たず、派遣レコーディングエンジニアで録音業務を行っているスタジオもある。ありがとうございます。